左から行くしかねえな。マジで勝つならこのカウントさ。バケツ見られたら、じゃあこのカーリングフェイント、俺があっちに行ったと思わせている、ここにお前の、いや、いける、これいける、これハイドランテいるから。ナイスマって割れた音がしたんだよね。いや、俺は勝たせる、このチームを任せろ、マジで。はい、どうもみなさん、じゃあ繁盛です。今日なんですけども、このイカ忍者っていうこの最強ギアを使ってね、やっていこうと思います。見えません、なんとこれ見えないんです、移動してて。だからスプラトゥーン3はね、イカ忍者が最強と言われてます。上級者は一応見えるんですよ、イカ忍者って。こう若干見えるんですよ、ここ。わかるかな、上から見たら分かりやすいかな。わかんねえわ、こんなん。わかんないね、わかりづらいよ、この色は。なんかマップとか色によって見えやすさがね変わるんですけど、まあ、こんな感じでちょっとうねってるんですけど、これがね今スプラトゥーン3で最強ギアって言われてるんで、まあ、これをね、俺はスプラトゥーン2の頃からずっと使ってきたわけなんですよ。イカ忍者の使い方は任してくださいよ。ということで、ローラーでね、無双してきたんで、まあ、無双というか、立ち回りが良かったって感じの試合を集めてきたんで、ぜひ、見てください。高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、やっていこうか。待てがいい、ガチアサリやっていこうじゃないの。さあ、勝っていこうか。しっかりと、行くぜ。相手が、寿司ローラー、ヒーローシューターか。寿司寿司寿司じゃん、相手。寿司3人編成来ちゃー。じゃあ行きましょうか。まずは正面縦見しながら、ちょっと様子見る感じだな、最初は。このマップは。いいか、ちょっと様子見ようか。一人落ちた、オッケー。こういう時はね、ちょっと縦振りで牽制しつつと思ったけど、二落ちしてるが結構マジでやばい状況なんで、こういう時はね、アサリ一気に入れちゃうから、なんかいそうじゃない、こう。ほらねー、はい、これ俺には何も通用しない。残念しょう。俺は強い、負けないぞ。来るね、ウルシオ。やべえな、3人いるから。ウルシオやばいんだけど、ウルシオ終わってから体出しましょうね。ウルシオを打ってる相手に対して甘えて体出すと負けちゃうんで、いるね、そこね。さあ、ローラ君、俺と局者勝負しようよ。空いてる、空いてる、ナイスナイス。あ、来た来た来た。俺の縦振り勝てると思うんで、そこも当たるんですよ。本物のローラーはね、当たるんですよ、このイカ忍者。俺のイカ忍者なめんなよ。今のイカ忍者関係ねえけどよ。さあ、バリアを張ってあげて、これで味方のね、アサリを入れやすくするっていう完璧な作戦になります。気をつけろ、やばいな、これいるな、まだいるよね。それしつこいね、しつこい男は嫌われるよね。そうなんですよ、しつこい男はめめしいってね、よく言われるんでね、やめようや、そういうめめしいことは。めめしいなことやめようや。来てんな、ウルシオやべえよ、もう怖えよこの試合。ウルシオでやられたら先般っていうのがね、怖いところ。アサリの一回ウォールダウンしたら負けちゃうからね、ほぼほぼ。それぐらい相手の前線力が高いから、ゆっくり来たいね。まあ、焦らずで味方ナイス、2落ちでかい。これね、俺のローラーのいいところは死なないんですね。死なないで冷静に、アサリの時は冷静に行きたい、冷静に行きたいけど、これバリアを貯めたいんですよね。グレートバリアを、グレートフルなバリア来そうじゃないって。これで来るんだよな、この真下にそうなんだけど。これ来た、俺は来た、これは来た、はい来た、ナイス。ウルシオ持ってるぞ相手。あ、ナイスナイスナイス、完璧、ナイス、ワイプアウト。さあ、バリアを張って、ちょっとバリアをね張ってから他のとこに移動するというテクニック。さあ、ローラー君何をしに来た。お前の局者が当たらないとこ全部知ってんだ。俺は負けねえよ、俺が。オイラ、オイラのローラー、はい、横振りをしっかり決めていって、これしっかりとイカロールからの見せプレイからのアサリ入れ、うん、怖い、キュー、うわ、これがローラーでしょ、俺の。なめるな、坊ちゃん、俺はローラーだぞ、俺やぞとか言っときながらね、こんなに言ってるけど、立ち回りは冷静ということで、しっかりと勝っていく。カウント進行ナンバーワン、ありがとう。いいね、全然最後以外、最後のその試合の一列だけだね。はい、待てがい、ちょ待てがい、やっていこうか。さあ、やるぞ。さて、バレル入りか。バレル入りだから結構ゆっくりめで動いてもいいかもね。ジムワイパーじゃないか、ハイドラもいる、守り勝てえな相手。ジムワイパーもいるからね。シャーカーとレールさんに気をつけていきたい。イカ忍者一人いたね今、ちょっと怖いっすね。一回ちょっとゆっくり行きたいんですけど、右上にハイドラントいるから。これあ、ハイドラントに分からされてる、バレルが。まあ、バレルはハイドラントに勝てないからね、基本的には。射程で、射程と切り速で。やべえ、もうカニ強すぎる。やばい、待って、島根まだカニ持ってる。ここ来ると思う。来てる。いやー、削ったけど、やってくんねえかな。どう？やれない？
削ってる、めっちゃ削ってる。これね、死にそうになった時はバーリアするんですけど、やばい、めっちゃやられてるこっち。だがしかし俺がいるよ。カニは上から倒せ。いやこれ無理だから味方飛びですね。こういう時は味方飛び大事なんで覚えておきましょう。皆さん今みたいなね時は絶対にもう死を待つ。ノーミ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 、ナイス味方。こうやって耐えてればね、何とかしてくれる味方、最高です。お、マジか、知らないか、めちゃくちゃイカ速積んでんな。 L3 リールガンはねデフォでイカ速 0.2、 一速 0.2 がついてるんで足が速いんですよね。すいません味方さん、朝に投げさせていただきモース。やばい、これ死ぬ、マジ死ぬ、マジ死ぬ、これやばい。カニ、しかも足場も塗られてる、かなりまずい状況で、こうなんか飛んでるから食ワンダーで、お前みたいなやつはもう隙だらけなんだよな。食ワンダーはね結構ああいう地上に降りる使い方すると結構死んでまうって感じで、アサリが溜まったんで入れに行きたい。はいバーリア、はいバーリア、はいもう効きません、君たちの攻撃は効きません。さあこのバリア内最強です。で L3 来そうだねと、やれないか、あーそっちが引いたか、なるほど、やるね、やるねえ。だけどまたこれは潜伏から入っていきたいんだけど、アサリ拾ったのバレてるね、見えてるね多分。まあ、でも一回右でキープだな。これちょっと生存してほしいね。これいけるかな、いやハイダラ見てんな、無理だな。一回生存決めていきましょう。ここも生存しながら、まあ、キル取れる場面を待っていきたいんですけど、こっハイドランタエンドカニ、うわやばすぎる。これで死ぬのは、バレルがちょうど俺の足場で死んでしまった、割と悪い噛み合い方してしまったけれども、まあ、それでもねなんとかなるのがこのスプラトゥーン3なんですけども、これは結構やばい、やばい、なんか空飛んでる音する。ジムがいると思う、自陣に、自陣にジムワイパーいるけど、これね終わりよ、ドンとみんなで買っていく。さあほぼワイプアウトだね、これはワイプアウトしてるんで、まあこっからまた下からえぐり上げてくやるようなやり方で縦振りしていこうが、さあいるよそこ、いるよねそこね、縦振り、俺の縦振り、いやうまっ、これちょっと本当にうまいわ、うん、これ本当にうまい、うまいと思ったら高評価お願いします。はい、高評価コメント毎日動画見てください、これからもあの将来的にもお願いします。はい、これね敵逃げたんで一回腰抜け、貧弱貧弱、バリア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 、はい、あさり入れまーす、ナイスです。上来そうじゃね、あいるわ、上いるけどさ、これ下にやられそうだな、やったらですよね。まあ一人は持ってこう、頑張れバレル、うわ強い相手のシャーカー、シャーカー潰すべきだったかな。お、やばい破壊されてる前線組が、大丈夫だ、なんとかする俺が、こっからなんとかするのが俺のローラーというわけでね。お前は何回それでやられるんだスカッシュバンド、鬼のようなローラーだろ俺のローラーは、普通のローラーじゃねえぞ俺のローラーは、なめんなよ。やばい後ろもいる、これ後ろからジムのワイパーの波動が見えましたけど、どこ行ったんだろう、怖いな、怖いね、どこいるか分かんないからと思ったけど、シャープマーカーが出てきたから、これはしっかりと、んいるね、いるねこれ、いや手前いる、絶対いる、ここにいる、ここにいる、ここにいると見た、ほらね。で逃げる先にしっかりと今合わせていけば倒せます。今のは敵が今ねいる場所に撃ち続けたらやれないんで、偏差撃ちって言って敵が動く先に撃ってあげると、でバーリアして、バーリアして、ちょっと待ってこれ一回ねゆっくり行きたい、これヤサリ俺ここで拾うべきだな。はい、ああならごめんなさい、本当にごめんなさい、だけど怖い級プレイ見せます。はい、味方にこれ入れるじゃん、でここで焦っちゃいけないんですね。鋼鉄の心臓、これがね心臓の強さです。ガチアサリは心臓が強い方が勝つ、そういうゲームですこれ。これ心臓の強さ検定だから、これガチアサリ異名は。こうやって勝っていくのが一番美しい、うん、カウント信号ナンバーワン、バトルナンバーワン、味方のジャンプ先ナンバーワン、最高の称号をありがとう、これが俺のスプラローラーだ、みんな使え。トゥルトゥトゥトゥスメッシュワールド、ティラノサウルスいる相手、古代恐竜いるから倒しに行っていいか、ハイドラジムワイパーいる相手、何ジムワイパー、シャーカー、バケツ、バケツも消えたよな、やっぱみんな洗濯機使ってんだ、洗濯機は強いから、ずりーよ洗濯機って武器強いよ、なんで俺はこんなハンマーみたいなもので戦わなきゃいけないんだよ、あいつずりーよ、洗濯機ってなんだよマジでずりーよ、でも相手いなかったからよかった。さあ頑張ろうが、右にバケツいる、そしたらこれ下からねスルリと抜けていきたいんですけど、どうですか、これ許可いります、対戦相手の抜けるとき対戦相手許可いる、これこれなんかクソいてんだけど、なんか後ろが打たれてんの俺実は、
実は歌えてね、回れ回れメリーゴーラン、もう消して止まらないよ。これ YouTube 収益外されないの、歌っても。はい、二枚やり、これなんですよね。素晴らしい。そして寝起きなので声がガラガラ、でも問題ないです。鼻から やっていきますよ。私たちは今日も京都でスプラトゥーン。さあ頑張れよ。左これね、移動するときに体が見えてしまうんで、それがネックなんですけども、これ一回左抜けちまうか。ちょ、味方に落ちしてるんで、ここで俺がどうあがいても所詮はローラー何もできないんで、ちょっと裏取ります。ある程度入れられるのはもうしょうがないと思うけど、なんか自分ワイパーが見てるんですけど、なんで俺のこと好きなの。見ないでよ、こっちこっち見んなって。マジでなんでこっち見てくんの、本当にやばい。トルネード目の前が真っ暗だ、これポケモンで言うと。はい、バーリア、一回バーリアで、これ一回落ち着いて2枚やる。オッケー。なんか自陣からバケツ打たれてんだけど、どうなってんだよこれ。やばいよ自陣が、やめてくれ。ナイス。いや、さすが洗濯機さん、ありがとうございます。さすがだよ。やばい、焦りできちゃった。ちょっと味方が渡すか。ソーリー、ごめんなさい、ローラーだとバレてしまうのです。はいはい、ロボットボムと戯れて、この扇風刺されたみたい。なんかアサリ拾っちまった。アサリで全てがバレてしまった。身分も全ても全てバレた。アサリ入らず、これは悲しい。悲しいが、まあ、最初死んだ俺が悪い。今のはあれはね、アサリが落ちてた、あのアサリトラップにねやられてしまいました。これ右にバケついて、もうなんか雨が降ってる、いろんな意味で。どうすんだよこれ、涙だよ。行くしかねえか左。なんか自分ワイパー見てそうなんだけど大丈夫かな。ほら、なんか来た、もう最悪。うわー、天差残月、月が転生、最悪だ。ナイスナイスキル。味方強い、でもありがとう、耐えてくれて。俺が絶対お前らを負けさせはしない、任せてくれ。行くぜ。なんか上にいるんだよな、カニちゃんが。いった、カニちゃーん、こんにちは。カンスケを消すんか。待って、死ぬ。いや、バケツ長すぎでしょ。この人のバケツ長くね、ギネス記録じゃん。待って、上から来てる、やばい、気をつけろ。タブ抜け、そいつを バケツ抜くんだ。よし、左から行こう。またも失礼します。もうこの移動の仕方やだ、ダサいから。俺だけダサくない、なんかスプラトゥーンやってて。うわー、来た、食ワンダ。食ワンダ終わり借りてえな。終わり借るけど、だってやばい、ハイドラやめろ、やめろハイドラ。待って、やばい、もうハイドラ邪魔しすんなお前、やばいよ。そんなことしないでよ。なんで、なんで分かったの、すごいよ君、心理学者だ。やばい、最悪な状態で味方アサリジャンプしてる、入れられてるのに。やばい、カニがいる、終わってる、このゲーム終わってる、終わってるよ。はい、ここでしっかりと縦振りで2枚やっていくのがこの俺繁盛です。待って、やばくない、助けてこれ、これ一人でもいいだから、ちょっと助けてほしい、カモンしとこう。で、このジャンプは俺のご飯ですよ。はい、倒して。いや、こっから逆転したら神回だわ正直。まあ、逆転できるかどうかは、逆転できる確率言っていい、うん、30%、割と 30% いいとこ。え、どっから当てられた俺今、やばい、 30% から 20% に減った。だから奇跡を起こすのが俺、飛びます。さあ、ステルスジャンパー繁盛です。なんかやばくないこの状況、もうどうすればいいかわかんないよー。はい、どうもー。さあ2枚やっていく。いや、1枚だった、目の錯覚。このまま突撃するけど、突撃隣の晩御飯バリア。はい、やった、はい、勝ち続きた、頑張れー、みんな頑張れー、頑張れー。やばいー、これでもリッター抜いてくんねえかな、やれ、やってもいいぞ、許可する。これもう左から行くしかねえな、かマジで勝つならこのカウントさ。バケツ見られた。じゃあこのカーリングフェイント、俺があっちに行ったと思わせて、思わせている、ここにお前の、いや、いける、これ、これいける、これハイドランといるから。ナイス、って割れた音がしたんだよね。いや、俺は勝たせる、このチームを任せろ、マジで。あさり入れて、いい、ジムワイパーにヘイト買って、生存生存生存、俺これ絶対死ぬなよ俺。よっしゃ、キル取っていいんじゃない、カモン押して、あさり入れれば勝ちで、バリアを張っていく、ナイス、いいよ、ナイス、オーケー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 、ナイスです、素晴らしいです、いいよ。いや、完璧じゃないですか。ドゥッドゥッドゥッドゥーン、ナイス、味方強かったな。